プロセカ大会はね、始まる前にね、リリムさんと喋った。でもこの話ってしたっけ、してないっけ。リリムさんとセラフくんがディスコードのとこにいて、でなんかリリムさんが画面共有がなんかちょっとうまくいかなくてみたいなのをわーって書いてて、どうしたらいいですかみたいな。でその主催の方が2人とも手がね空いてらっしゃらなかった状態だったから、私が何ミュートしてたんだけど、みんな解除して、リリムさん大丈夫ですかって言って声かけて、結局ね理由が分かんなくて、そうなんか普通にやったらうまくいくはずの画面共有でなぜかうまくいかなくて、そうでなんかまあうまいことやり方考えてみたいなのやったんだけど、そう、その時に おしゃべりして、私ずっとリリムさんと喋ってみたいと思ってたからめっちゃ嬉しくて喋れて、でなんか話してた時にリリムさんもすごいなんかありがとうって言ってくれて、そうお話ししてた。よかったね。いや嬉しかった。可愛い、リリムさんめっちゃ可愛い憧れる。同じ匂いがするリリムと。あれ嘘でしょしないだろしないよ。リリムさんめっちゃ可愛いもんな。めっちゃいい女。いやね、いい女って言われるリリ、わかるよね、リリムさんがね。なんか雑談、前の雑談でもリリムさんの話した気がするな、私。